光り輝くハイテク納骨堂に。時には本堂が将棋の対局会場に変身。さらに自社ビルの中には大人の隠れ家的バーをオープンさせるなど、様々な取り組みでたびたび話題となる大須の万象寺。織田信長の父信秀が今から482年前に織田家の菩提寺として建てた由緒あるこのお寺。そこに新たに登場したのが、お願いします。その名も信長ホール。まさかこれを法要でやるわけじゃないですよね。こちらのホールを使えばいろんなイベントとかですね、コンサートもやれるなというふうに思いまして、ホールっていう万象寺ならではの大胆な発想です。そっちは貴重なんですよ。もともとは合同法要を行う場所として作られた信長ホール。しかし法要だけで使うのはもったいないと、アイドルの音楽ライブやファンミーティングなどのイベントでも使えるように大型ビジョンや照明、音響設備を完備しました。商店街の中にある万象寺としてはですね、多くの方に集まっていただける、そういうコンセプトをたくさん並べていくのもこれからのお寺の役割だと思ってます。常に流行を取り入れ、アイドルやコンセプトカフェなど新たなカルチャーが続々と生まれる大須。そんな中、万象寺が時代の流れを捉え誕生したのがこの信長ホールなのです。大理石風の床に木目とグレーを基調としたスペースに備えられる席数は最大252席。信長ホールは来月1日にオープンします。